夫婦別姓時代の料理教室。おすすめしたい魚料理、カジキ、メカジキです。普通、切り身、複数枚で売っています。2回分も、今日も、明日も、同じものを食べたくないって、それがネックになりませんか？異なるレシピを2つ用意しておきたいものです。レシピ、その1、カジキステーキ、みりん、醤油、和風、すごく普通です。簡単にできますね。みりんと醤油味で万人に受けます。大根おろしを乗せるといいです。レシピ、その2、カジキソテークリームソース。和風の料理の次は、フランス料理を組み合わせるといいです。普通の人にとって生クリームを常に常備するのは大変です。私はヨーグルトで変えて作ります。これなら簡単です。和風とフランス料理両方を利用すると、カジキはぐっと身近で不可欠な素材となります。カジキ、あなたの定番メニューに考えてみませんか？